あのここまで、えー、マーケティングの基礎の話でマーケティングの原点について、えー、お話をしてきたんですけれどもお次は2番目ですねマーケティングで大切なことっていうことについて議論していきたいと思いますけれどもこの2番目のマーケティングで大切なことっていうのは何かっていうとですね、えー、別の表現で言うと一番高い優先順位が与えられることって何だろうかっていうことなんですね。で 例えばそのメーカーでいうと工場の人たちにとって何が優先順位が高いかっていうとなんですね、えー、朝だけたくさん生産してあと作るものがないとかですねあるいはあの夏だけたくさん作るけども冬作るものがないとかですね、まあ、これはあの工場として非常に困るわけでして平準化っていうのはキーワードらしいですね。 あとあの人事なんかで言うとやっぱり公平性っていうのがキーワードだみたいなことを言われるんですけれどもマーケティングで、えー、高い優先順位な何かっていうのがまあここでのポイントになるんですが大切なのは方向性なんだということなんですねで方向性って何っていうことなんですけれどもそれをこう説明するのにこのま図を使いたいんですけれども、まあ、横軸が まあ今やってることがですねお客様が望んでることなのかということで「望んでます」「望んでません」ですね。でその今やってること自体を他の会社よりも上手にできているのかということで言うと「できてます」「できてません」っていうわけなんですね。でまあ当たり前といえば当たり前なのはここですよね。お客様が望んでることを上手にできますってのこれは当たり前すぎて。 ることなんですけども、まあ、世の中そんなに甘くなくてですね、えー、やっぱり業界圧倒的ナンバーワンの方はここにね、えー、位置するかもしれませんけどもそれ以外の会社もあるわけでして、えー、あるいは新しく起こったマーケットみたいなところの場合どうも考えるのはすごく難しいことでしてそういった時に、えー、実際考えないといけないっていうのが、まあ、実はありまして一つ目はここなんですね。 ここが一番の落とし穴なんですけれども、上手にできてるからといってお客様が望まないことをやり続けてしまう上手にできるからやり続けちゃうんですね。なんかあのどっかの会社でですね、あの液晶を上手に作れるからといってマーケットがないのに作り続けてるとかですね、あのそういうような例もなんかあるような気がしますし、やっぱり家電はテレビなんだみたいなですね。えー、ことで上手にテレビを作れるから。 お客様は今はですね大学生と喋ってても家にテレビを置いてる大学生ほとんどいませんいないマーケットに対して作ってしまうとかですね、まあ、こういうことが起こるわけですねで私の目の前の例で歯ブラシの事例なんですけれども歯ブラシですねこれ裏っかにこの歯ブラシが入ってるんですけども、あのー、ある小売業に取材に行った時ですね、えー、歯ブラシ売り場の人のとこに行ったんですよで あの売り場の問題は何かありますかっていうふうにお聞きしたら、ああ実はですね小川先生と昨日までは我々は小売業なのでいつもお客様と接しているのでお客様のことはもうよくわかっているというふうに思ってたんだというふうに言うんですね。でいや今でもそうでしょと小売業っていうのはお客様と毎日接しているからお客様のことはよくわかっているというふうにまあ思って当然ですよねという話をしたんですが。 その方はですね、いやいや、それがですね、と、昨日こういうお客さんが来たんだと、どういうお客さんかというと、まあ、歯ブラシを持ってきて、当時その会社ではですね、3本で170円で歯ブラシを売ってたんですけれども、3本セットでですね、で、お客さんが来て、これ、いい歯ブラシだと思うんだけれども、全部ね、同じ色の歯ブラシなんだと、これ、違う色が入った形で3本。 170円ぐららいいいいで歯ブラシありませんんかとううふうに聞いてきたらしいんです。で、その売り場の方はですねいやいや実はですねこれは同じ色にすることによって生産する段取り替えとかあるいはそのパッケージする時の手間とかが節約されて170円が実現されているので別の色をこう入れていくとですねあの値段お値段が上がっちゃうんですよというふうに説明をしたんだというわけです。 とお客さんはそうですかと言ってお買いになったと。でこちら側もですね、あお客さんはあのまあ、分かってくださったというふうに思ってたんだけど、家に帰って風呂に入って,てですね、よく考えるとまああのアルキメデスじゃないですが、ああっていうふうにこう叫んでしまったというわけなんですね。まあこの話ですね、あの聞いてる皆さんからすると当たり前って言えば当たり前すぎるんですけども。 歯ブラシをですね同じ色で売ってるっていうのは変ですよね同じ色の歯ブラシを家族全員が使ってるみたいな、はい、いないですよねそういう意味で言うと大体皆さんのおうちでもそうだと思うんですけども歯ブラシは全部違う色のやつを使ってますよねつまり色イーコール誰の歯ブラシなのかということを分かるっていうまああのことなんですけども その小売業ではそういうことを考えずお客様の生活を考えず同じ色の歯ブラシを販売してたというわけですね。これも上手にできてしまうから安いコストでできてしまうからお客様が望まない生活とは全然関係のないことをやり続けてしまうという例なわけですね。これではいけないというわけでして4は一番ダメなわけですね。 えー、実は1の次にいいのは2なんですね何かというと下手であっても今は下手であってもお客様が望むことをやるというのがあとても大切だというわけですま一、あ、つの例を挙げましょう、えー、Amazon.com ていうのは今は押しも押されもせぬ世界でナンバーワンのネット企業なんですけれども日本に入ってきたとき結構使うのを貯められた方が多いんですね何かというと買うときにクレジット カードを使ううからだというわけでインターネットなのでなんかね数字をあのカードをごあの悪用されるんじゃないかというふうに思ってなかなかアマゾンを使えなかった方が多いんですけれどもこれ最初はアマゾンとしてはですね、まあ、上手にアマゾンの価値を提供できなかできてなかったわけですけれども 今はいろんなパターンいきますよねコンビニでも受け取れるし、えー、あるいはあの受け取り人払いといいますか来た時にあの現金を払うこともできますしもちろんカードも払えますしクレジットカードが悪,、えー、っと悪用されたなんていうアマゾンの例も聞きませんよね。それぐらいセキュリティは非常に高いものを実現していますしやっているうちにだんだんお客様が望むことさえやっていればうまくなって、えー、業界で確たる治位を築けるというわけなので誰もが最初はですね ししかも新しいお客様の,その欲望をですね上手にできるわわけけないでです、えー、上手にできるからもうすでにお客様が望まないことをやり続けるよりは下手であってもお客様が望むことをきちんとできているかということを考えるというのが実はマーケティングでは大切な最優先の事項でしてそれを方向性というふうに呼んでいるというわけです。 じゃあお客様が望むことあるいは正しいことは何かっていうことを考えるとマーケティングではお客様が望むことっていうことを最重要ポイントに考えるんですけれども競争戦略論はねどう考えるかというと実はここがね微妙に違うんです、えー、競争戦略論っていうのは非常に有名なのはハーバードビジネス区のマイケル・ポーターさんの議論なんですけれどもえー、ちょっと我々の身近な例でいくと 今あの広島東洋カープにですね、広島カープか、えーはい、黒田っていうピッチャーがいますけれども、もし黒田がですね、ヤンキースでまだ投げ続けてたら今年いくら稼げたかっていうことなんですけども、いくらでしたっけ？ええー、二十億ぐらいで,ですね、はいで。それが今広島に戻ってきたので、いくらでしたっけ？だいたい四億とかって新聞には出てます。えー、えー、十五億円とか十六億円。 まあ、あのもらえたものをもらわずに来てるっていう男気があるって言って、まあ、超人気が出てますけれどもでも不思議ですよね同じ選手なのにヤンキースで戦うのかカープで戦うのかでまあカープだから今でも4億円5億円もらってますけども,もし同じ黒田が日本のホッケーの選手だったらどうなるかおそらく奥なんかもらえないでしょうね。 えー、下手をすると、ねあのー、テレビとかに出て副業で儲けようかみたいなことにまあなってしまうかもしれないわけで同じプレイヤーであってもおあるいは同じ企業であってもどこの分野で戦うかによって実は儲ける額が違うっていうのを非常に重視するのが競争戦略論で、まあ、実際ですねこれは、あのー、業界 search.com の,の出てるデータなんですけれども。 業界別の純利益率ですね、売上高に占める純利益の比率を見ると、まあ、銀行なんかは18.3%なんですけれどもおー二輪車バイクなんかの業界って4.3%こんなに下があるんですねこれはあの上からランクを上げていくので、えーまあ、そこそこ高い分野なんですけれどももう全然桁違いに違うわけですねちなみにあの、えー、島内さんが以前いたあー業界の消費者金融業界 なんですけども、あの消費者金融業界にいたわけじゃないんですけど、はい、消費者金融業界もあの近くにありました。近くにありました。消費者金融というのはどうしてこんなにあの利益率が高いんですか。やっぱり貸した資金利が高いんで、うん、高い利益あ金利でも、はい、どうしても借りたいっていう人がこう頭を下げて借りにくるわけですね。そうですね。はい。というわけでして、はい。 まあそういう土俵をの作ってるというのは大切だというわけでしてえこれをあのきちんと分析したのがですねハーバードビジネススクールのマイケル・ポーターさん今から30年前ファイブ・フォースモデルっていうふうに言うんですけどもあのこの5つの要因を分析するとその業界がそもそも儲かるのか儲からないのかが分かるというわけですね。1つ目が業界その業界内が血で,で血を洗うような価格競争をしているかどうかっていうのを見るわけですね。 まあ、あの例えばパソコンの組み立て業なんていうのはもう今だと2万円3万円で、えー、売ってるような海外の会社なんかあるわけでして血で血を洗うような競争してるわけですねで2つ目が新規参入ですねあの組み立てなんていうのは秋葉原とかですねあの大阪と日本橋で部品買ってくれば素人でもできちゃうわけでして参入するの簡単なわけですね、えー、さらには買い手の交渉力 これは例えばエディオンとかヨドバシとか最近はイオングループとかみたいなのがもう1円でも1銭のみからあの安く売らせろみたいなあの交渉を仕掛けてくるわけですねでここ D は供給業者部品ですねこれもインテルとかですねマイクロソフトとかそういう巨人がいるわけでしてそこの値段がなかなかですね下がってこないというわけですねでさらには代替品スマホですね もうあのパソコンなんかなくてもスマホでほとんどできるじゃんみたいなことにあるいはタブレットでほとんどできるじゃんっていう風になってしまうと組み立てパソコンの業界っていうのはそもそも儲からない業界なんだというわけですね一方例えば高級ブランド品の業界見てみましょうかルイ・ヴィトンとかグッチとかそういったあの商品の業界なんか行きますとまあルイ・ヴィトンが3万円下げたからグッチが4万円下げましたみたいな絶対ないですね。 価格競争がない,というです、ね。新規参入ですね。例えば私が高級ブランド品が儲かるからと言って、えー、伊勢丹新宿店のそういう高級ブランドブティックに出店したいというふうに伊勢丹に行ったとしましょう。多分、鼻で笑われるでしょうね。あんた何様みたいな。100年経ってから来てください。みたいなそういう意味で言うと、高級ブランド品の売り場を確保するというのは、新規参入者にとっては難しいわけですね。そういう意味では参入は難しいと。さらには改定ですね。 まあ、あの、ここの収録は大阪でやってますけれども、大阪のおばちゃんは、ちょっと例外かもしれません。<laughs> ちょっと今日は、あの、小銭を忘れたから、あの、小銭分負けてくれっていうふうに、エルメスでやるかもしれません。けれども、一般的に、ルイ・ヴィトンとかエルメスに行ってですね、1円負けろとか10円負けろとか、あの、そんなこと言う人はいません。えー、そういう意味で言うと、書いても、いわゆる、値切るっていうことはしませんね。供給業者。 あの、プラダっていうブランド、高級ブランドですけども、私は、あの、あれを見たときに、いつもですね、なんでこんなペラペラな素材がですね、10万、15万するんだっていうふうに思ってたんですけども、あれどうも聞くところによると、防弾チョッキに使うような高級な素材らしいです。で、まあ、そういう特殊なあの素材はさておきですね、例えば、グッチとか、例えば、ルイ・ヴィトンとか。 例えば、ハンチングワールドみたいなところで、えー、自分たちの素材が使ってもらえて、それが宣伝になるなら、うちの素材はルイ・ヴィトンで使ってもらってるんだとか、うちの素材はエルメスで使ってもらってるんだというふうに言えば、他ではですね、あのー、高い値段売れるわけですから、えー、そういう高級ブランド品の会社にしたら、ですね供給業者から安い値段で商品を提供してもらうということも可能なわけですね。さらには代替品ですね、代替品。 まあ、あのルイ・ヴィトンのバッグをですねあの買いたいと思う人がわざわざイオンに行ってカバンを買うかっていうと同じ用途ででは買わないですよねそういう意味でいうと代替品っていうのもないというので高級ブランド品業界は、まあ、あのそもそも構造として儲かる業界にあるんだというのが、まあ、マイケル・ポーターさんの分析になるわけでして同じ会社が、えー、である業界で活動するんだったら 儲かる業界を見つけてそこでやりましょうというのがあここでのポイントでここですねもやしっこでも勝てる土俵を見つけてそこで戦うというのが重要なんだよというのが競争戦略論的にイケてる正しいいそういうこととなんだというわけですこの競争戦略論ねまあ確かにお金を儲けたい人にとってはそれでいいのかもしれませんけれども本当にそれでいいんでしょうかっていうのがマーケティングの考え方です。 そもそも皆さん会社に勤めていらっしゃいますけれどもそれは儲かるからその会社に勤めていらっしゃるんでしょうかということなわけですえ実は私ある会社の経営をですね非常にあの深いところまで教えてくださって勉強しているんですけどもその会社ですね実はあの冷蔵事業っていうのをやってるんですよ冷蔵事業というのはある土地に倉庫を買ってまああの低温 そのの商品をそこに保管してデリバリバーするっていうのが冷蔵事業なんですけれども、冷蔵事業って実は、むちゃくちゃ儲かるんですよ。最初はほとんど儲からないんですけれども、3年目、4年目になってくると、大体営業利益率が6%。大体20年、30年経つと、そっからとは利益率がですね、あんまり言い過ぎるとその会社に不利になるんで言えないんですけども、10%ぐらい稼げるんですね。それは、おそらく製薬会社が、 その特許を取るような新薬を開発して稼ぐ利益率とほぼ同じぐらいの利益率なんですね。だとするとです、ね、製薬会社の人にですね「あなたは同じ利益率でいいんだったら冷蔵事業儲かりますよと」とそこで働けばいいんじゃないですかあるいは「御社は冷蔵事業をやればいいんじゃないですか」という提案があってもおかしくないわけですね。そののの時に製薬会社の方はさててどうう答えるかっていうのがポイントでして おそそらくうううでですすかじゃあ冷蔵事業やりましょととは言わないと思うんですね私がこの会社に勤めているのはお客、えー、と患者さんの命を一つでもいいから救いたいと思っているからですとあるいは世の中に苦しんでいる方々の,その病気を一つでも多く治してあるいはよくしてあの地球上の人たちの生活を少しでもよくしたいと思っているから製薬会社に勤めているんですあるいは我々は製薬事業をやってるんですというふうに言うと思うんですね。 まさにそれぞれの会社あるいは事業にはミッション、まあ、別の表現で言うと定義ですね我々の会社はどういうビジネスをやるのかやるべきなのかやろうとしているのかということが実はこの事業の定義っていう話でしてこれも方向性に関わる話で我々はどういうことが正しいと思うのかというのがこの事業の定義でしてあのこの事業の定義に関して言うと非常に面白いあの話がありまして ハーバードビジネススクールで今は亡くなったんですけれどもレビットっていう先生が今から50年ぐらい前にですねマーケティング禁止眼っていうそういうあの論文を書いたんですねそこに出てくるのはですね鉄鉄道道事業なんですけれども鉄道会社今から100年前1900年代はですね鉄道会社ですねペンシルバニア鉄道とかそういった鉄道会社が飛ぶ鳥を落とすような勢いで、えー、成長したんですね まあ今でいいうととさんどんどな会社だと思いますかまあ携帯のキャリアの会社とかは NTT とか、ね、ドコモとかあとは SNS とかねフェイスブックとか、うん、そういった会社なんかも多分飛ぶ鳥を落とすようなグーグルなんかもそうでしょうね、えー、会社ですけどもまさに鉄道会社が鉄道事業やってる鉄道会社があそういう会社だったんですけどもちょうど1950年50年経ってですねあの成長が鈍化したんですね。 でその時にレビットさんがどうして鉄道会社はあ成長が鈍化したのかとそれは簡単だっていうふうに言ったんですよどう簡単かっていうと鉄道会社は自分たちの事業を鉄道事業だというふうに定義したから成長が鈍化したんだとじゃあどう定義すればよかったかとレビットさんは鉄道会社は自分たちの事業を輸送事業だというふうに定義すればあ別の事業まあトラック運輸 あるいは飛行機あるいは宇宙みたいな輸送事業だというふうに考えればもっと違う成長の仕方があっただろうというふうにまあ思ったわけですねそういうふうに言ったわけですねまさにどういうふうに我々のビジネスはどういうものかというふうに定義するかによって成長の軌道は変わるんだっていうのはこのレビットさんの話で事業の定義に関わる話なんですけれども実は総合生活産業っていうふうにこ,こに書いてありますけれども あの今から30年前ですね、えー、大手の小売業はの2社がですねこの総合生活産業というふうに定義してしまったあことによって実は成長がですねできなくてあの解体のお悲劇に遭遇することになってしまうんですけれどもどの2社かかかりますかねマイカルマイカルもそれに近いんですけどももっと大きそう「セゾンと」と、はい「ダイエー」ダイエですね。はい 大英もセゾンも総合生活産業というふうに提供して小売業だけじゃなくてレストランもやるいわゆるホテルもやるテレビ事業もやる何でもやるみたいなことになってしまってじゃあ我々のビジネスっていうのは何でもやるのかというふうになってしまって、まあ、野球もやりましたよね大英の場合はそういうことによって成長のベクトルあるいは社員のベクトルあるいはお客様のその会社に対する見方っていうのが あまあバラバラになってしまって最終的には会社がバラバラになってしまったとグループがバラバラになってしまったというのはここでのポイントで単に大きく広くお客様ベースで何でもやるよっていうような定義があいいわけではないというのがまさにこの総合生活産業の定義が教えてくれることなんですけれどもその点で言うとホンダってすごくいいあの事業の定義をしてるんですよバイクとかあのボートの,バイあのモーターとか 自動車とかやってますけども実はホンダは、えー、事業の定義としてモビリティ移動性っていう定義をしてるんですね。なので二輪車で移動する海を移動する四輪車で移動する二足で移動する空を移動する、えーまあ、あの高齢者の移動をサポートするというような形でどんどん事業を大きくしていってる。まさに、えー、我々は 社会に対してどういう価値観を提供することによってお客様を幸せにして需要を拡大再生産し成長するかということをきっちりと考えている会社でこういう事業の定義というのをしっかり考えることでお客様が望むもの方向性を我が社にとっての方向性を考えることができるというわけで非常に重要な枠組みだというふうに言えるわけです。 えー、以上で、えー、マーケティングで大切なこと2つ目ですねマーケティングの優先順位についてのお話をここで終わりまして、えー、次に3番目具体的なマーケティングの打ち点について、えー、またお話していきたいと思います。